にちは、トラスト企画のべちゃんです。本日はですね、34DIY 動画第3弾です。最初はヘッドライト磨きね、ヘッドライト磨きをしまして、その後メーターの LED の交換しましたね。ちょっとあれも時間かかっちゃったんですけど、今回はですね、こういうねスポーツ系の車に乗られてる、特に日産車に乗ってる方は1回はやってみたいなと思ったことがあるであろう、エアフロの洗浄、それとこちらのですねエアクリーナーのフィルターの交換をやっていこうと思います。でこの車はもともとですねエアクリーナーの方が HKS のものに変わっておりまして、見せるの初めてかな。こちらエンジンルームなんですけど、もうねあらかじめ HKS のパワーフィルターに、パワーインテーク、パワーフィルターに変わってるんで、こちらをね取り外して、このフィルター、もうね色すごい悪いです、グズグズ、これを変えていくのと、こちらのエアフロの洗浄をしていきたいと思います。で今回洗浄するにあたってですね、ちょっと今アイドリングなんですけど、ちょっと時折ボって言ってるのかな、ボボボボみたいな。なんかね時折ボボボって言ってちょっと調子悪そうなんですよ。でこれがねエアフロの洗浄で治ればいいなと思ってるのも込みでちょっとやってみたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。では早速、こちらのエアクリーナーとパワフロ外していきたいと思います。ではやっていくんですけど、今回使用する道具が10番と8番のこちらのソケットですね。あとプラスドライバー、おそらくこれを3つでできると思うんで早速やってみたいと思います。まずはですね、エアクリーナーのステーを外す前にエアフロのカプラーを抜きますか。エアフロのカプラーを抜いてホースバンドを緩めてから この辺のステーを取ってみたいと思います。ではやってみます。まずエアフロのカプラーを外します。立てましたね。そしたら今度はホースバンドを緩めます。すでにゆるゆるだったそうです。そしたらですねステーが取れたので外していきたいんだけど、ちょっとここのねホースの継ぎ目が硬いんでマイナスドライバーでも外しますね。ちょっと待っててください、はい、ではマイナスドライバーで外していきます。外れました。こんな感じね。ではこんな感じで外せました。でねこの車はバックタビン仕様なんですね。ブローフバルブはついてもう殺しちゃってるんですけど、結構バックタービンの車ってもうブローオフのがない分ね、この吹き返しがやっぱすごくて、ちょっとねブロー灰がすげー溜まってます。ちょっと拭いてみますね。ほらちょっと拭いただけでもこんなに溜まってるんですね。極力こういうとこは拭いてねやっていきたいと思います。そしたら次にフィルターを外してエアフロの掃除やってみたいと思います。はい、そうしましたらエアフィルター、エアクリーナーとエアフロね一緒に外れましたので、こちらまず分解していきますね。エアフィルターとエアフロに分けていきます。こんな感じ、分けれました。こんな感じです。で見ていただきたいんですけど、エアフロはねめちゃめちゃ汚れてます。前にね僕の GTR のサクションパイプを
バラした動画の方でエアフローの掃除したじゃないですか。それのね、火じゃないぐらい汚れてます。わかります？中にオイルべったりついてるんですけど、こういう感じ。これはね、ちょっと掃除のしがいがありそうな気がします。よいしょ、ね、ではですね、エアフローはこのね、またおなじみのブレーキクリーナーで洗っていくんですけど、前回のね、動画と同じように距離を離してから拭いてくださいね。このエアフローの中のこの針みたいなのが切れちゃうと、もう測定できなくなっちゃうんで、優しく拭いてください。ではやっていきます。今度逆にしてやっていきます。見てください。こんなに汚いです。やばこれは汚ねえわ。ちょっとまだまだ汚れ出そうなんで、続けてやっていきますね。もう汚れ無限に出てきますね。本当にすごい。あ、そろそろ大丈夫かな。優しく中も拭いてあげてください。この中のメーターのところが壊れると済みますからね、皆さん。これをね、壊すとまた買わないといけないと。そしてエアフローは高いということになりますので、ぜひ気をつけてください。じゃあ、ある程度ね、掃除終わりました。見えるかな。綺麗になりましたよ。感じですね。中のオイルの汚れも結構取れました。これでね、調子戻ってくれればいいんですけど、ちょっとやってみますね。じゃあ、エアフローはこれで一旦乾かしておきます。じゃあ次にエアクリーナー、こいつを掃除していくんですけど、ちょっとフィルター変える前にまずちょっとこの辺汚いんで、ちょっと掃除しますね。だいたい汚れなもんで、あとこっちの中の方も少し拭いていきますね。こっちの、よし。じゃあ、だいたい綺麗になったんで、懸案のフィルター変えていきましょう。純正の交換用フィルター使います。こちらね、トラスト企画の方でとってもお安く販売しておりますので、よろしければオークションページとか商品販売のページご覧になってください。では変えていきましょう。まずは、おお、飛んじゃよいしょ。まずはこのキノコの真ん中、こいつを外していきます。こいつはガポッと、汚いですね。こういう感じ、外れていきます。で、これ外す機械とかがね、めったにないと思うんで、しっかり掃除しましょう。また綺麗になりましたね。じゃあ、交換用フィルターをはめていくんですけど、ちょっとね、はめるのにコツが必要なんですよ、これ。まずね、もう取るじゃないですか。汚っ。うれ。超汚ねえっす。まあ、ブローバイの吹き返しとか、いろいろですね。これも軽く掃除しようかな。こんな感じです。では、新しいフィルターを入れていくんですけど、新しいフィルターはなかなかね、
入りづらいんですよね。ほら、こんなにサイズ違うんですよ。これをね、うまく入れるために今日これ買った時に先輩に聞いてきました。なんかですね、こういう風に十字にこう折って頂点を決めて入れて、で広げると、やっぱこういう風にね、穴できちゃうんで、うまいこと入れていきます。うまいこと。これ必ずね、やるとき手袋した方がいいですよ。ここにね、引っかかりますから、ここ引っかかると痛いですよ、素手だと。こんなもんですか。ちょっとここからはみ出るぐらいがいいんですよね、きっと。じゃないとこの隙間から空気吸っちゃいますもんね。こんな感じかな。どうですかね、こんな感じでいかがです。よいしょ、差がこれですからね。これやばくないですか。これ何年変えてなかったんだろうな。ちょっとね、ありえないですね。じゃあ戻していきます。よっ、これで治ればいいな。じゃあこれで取り付けの方は完了です。なのでこれから車体の方につけていきます。はい、では外した通り、車体の方に戻していきます。こういう向きでございましたね。よいしょ。よし、これで元通り戻りました。このね、色が緑になるだけでだいぶなんかイメージ違いますね。じゃあこれで果たして無事にエンジンがかかるのか、ちょっと皆さんに見ていただきましょう。ではやってみます。イエーイ、無事にエンジンかかりました。よかった。アイドリングも安定してるんで大丈夫そうです。で、冒頭でね、お伝えした、アイドリング中にボッボッボッっていうのが治ってるかどうか確認してみましょう。あれが治ってれば大成功。これ鳴ってないんじゃないですか。ボってアイドリング中ボボボみたいになってましたよね。おお、これはもしかして治ったんじゃないですか。 DIY 大成功です。イエーイ、やばい、なんかすごい調子よくなりましたよ、エンジン。ちょっと聞いてみます。どうですか皆さん、めっちゃ調子良くなりましたよ。めっちゃテンション上がった今。もともとバックタービンなんでこういうサウンドになってるんですけど、やっぱりね、
説明した通りこういう仕様になってるとどうしてもブローバイがエアフロの方に溜まりがちになるんで、まあ、あとはこういうむき出しのねエアクリーナーつけてる皆さんは定期的に掃除された方がいいと思いますよ。いやーよかったよかった、 DIY 大成功です、イエーイ。こういうねちっちゃい喜びが車をいじる原動力になりますよね、まあ、車好きの皆さんは分かってると思いますけど。では今回の動画はあのエアフローとこのエアクリーナーの、フィルターの交換をやったんですけど、次は何にしましょうかね。考えてるところとすればブレーキパッドの交換とか、あとブレーキのエア抜きとか、あとはオイル交換もしないといけないんで、ミッションオイルとかの交換ももしよければ動画にできたらいいなと思ってます。では ER34DIY シリーズ第3弾は以上となります。今後もね第4弾5弾6弾どんどん続いていきますので、よろしければご視聴よろしくお願いします。で他の動画もお出ししてますので、よろしければチャンネル登録していただいて、そちらの動画もご覧になってください。ありがとうございます。また会いましょう。